最近石油会社や食肉会社がサイバー攻撃を受けたという報道をたびたび目にするんですがこのようなサイバー攻撃はセキュリティを強化するなどして防げるものではないでしょうか防げませんサイバー攻撃をした犯人を特定することは不可能なのでしょうか不可能ではないと思いますけどかなり難解ですえっとまずそのサイバー攻撃を防ぐことができるっていうのが誤解なんですよねあの防げることもありますとただそのえっと今のその大体大きなその会社のシステムとかってあの 1> 1人人のの優秀なながが全体の設計をすすることでできないですよね例えばじゃあそのおっきなかじゃあソニーグループとかになるとじゃあそのソニーグループの中でじゃあそのあのプレイステーションのそのなんか認証サーバーを作る人もいればそのソフトウェアをダウンロードするための仕組みを作る人もいていろんな人たちがいろんな仕様を組み合わせた形で会社のサービスっていうのができてるのでどっかに穴があっても気づかなかったりするんですよ。 いやその全て1人が作って超優秀な人が1人が作っててでその最新のセキュリティホールとかその OS のバグとかっていうのを全部把握してますって人が完全に仕様を作ってその人がコードを書いてれば完璧な仕組みっていうのは理論上可能なんですけど残念ながらもう最近のシステムってでかすぎちゃって1人じゃ手に負えないのでいろんな人が関わると仕様を間違えるやつとかその書くコード自体を間違えるやつとかっていうのが出てきて穴がどっかに出ちゃうんですよ。 なのでその穴を利用してその外部から攻撃されて個人情報を流出しますとかクレジットカードが流出しますっていうのもあるしあとそのアメリカ軍がめちゃめちゃ金をかけて作ったそのアメリカのあの個人情報だったりそのエシロンで持ってきたデータっていうのをずっと貯めたサーバーっていうのもその内部の人があの自分からそのあのあ情報をそのなんかルービックキューブにあの入れた SD カードかなんかで持ち出すみたいなのがあってまあスノーデンさんっていう人が。 でそれを持ち出してその後香港でなんかメディアにデータ渡してでウィキリックスっていうのができたウィキリックスに流したのかっていうのがあったりするのでなのでそのシステムの穴がなくなるっていうことはもう規模が大きすぎて無理なんじゃないかなと思うんですよね。なので基本的にはどんなシステムでも穴があるし流出個人情報は流出するものだと思ってた方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。